24歳、中野公務員です。同期の女の子と少し仲良くしています。大体いい月1で遊びに行き、多い時だと週1でご飯に行ったり遊んだりしています。つい先日は温泉に来ました。おごったことは一回もありません。正直、顔は好みなんですが、付き合うこともなく、ずるずると1年くらい2人で遊んでいます。これから付き合える可能性ってあると思いますか失敗して気まずくなりたくないです。いい方法を教えてください。さっさと手出せばいいんじゃないので、手出してなんか断られたら、あ、ごめんごめんって言って、一切その話題をしないっていう。 はい、31歳男、男性5年間付き合った彼女と先ほど別れました。彼女はかなりの目にられて仕事ままで来て干渉したりずっと一緒じゃなきゃいけませんでした。それが嫌で別れようと告げたのですが、自殺ミスを起こされ一命を取り留め親御さんに彼女を任せしました、えー。しかし私の頃も弱くふとしたきっかけで連絡してしまい、寄りを戻しましたが、同じようなことを待たされました。別れることはできたのですが、寂しくなった時に連絡そうで怖いです。このような考えを続けるべきでしょうかえっと、新しい彼女を作ってください。以上です。<laughs> 要はあの、寂しくなった時に連絡する相手があなたにいないのが問題なんです。で、連絡する相手がいないから、そのちょっと地雷な人に連絡してしまうっていうのが問題なので、あの地雷じゃない連絡先の友達とか、新しい彼女とか作れば何の問題もないので、さっさと新しい彼女作った方がいいと思います。 私は、えっ、ー、と、私が細かくて一緒にいる彼がしんどいみたいです。二人で決めたことを平気で約束破ったりするのが理解できたいです。関係をうまく活かせるために何かご助言いただけると嬉しいです。えっと、僕は約束を破るたちなので、約束をしないことにしてます。<laughs> あの、要はその、 あの、自分がこれをやってほしいっていうのを、約束という形にして、要はその、やってほしい、だからやって、で、じゃあこれ二人に約束ねっていうので、自分がやってほしいのを、約束にして落ち着けるタイプの人っているんですよね。で、本来彼氏それやりたくないんだけど、もうめんどくさいから、じゃあ約束ねっていうので約束しちゃうんですけど、別にあの、やりたいわけじゃないから結局やらないっていうので、で、約束したにも変わらずやらないっていうので、揉め事になるっていうパターンがあったりするので、 なので、あの、そもそものは相手がやりたくないことっていうのを、すいませんね。<laughs> あの、相手がやりたくないことをやってもらおうと思うっていうのが良くないんじゃないかなと思います。はい。34歳女性です。遠距離で4年交際の彼氏32歳に、将来の話をいつも曖昧にされて不安だと言い過ぎ、昨日彼から別れを切り出されました。電話の最後、彼は泣きながら、こんなに大事にしたいと思ったの君だけ、結婚したいと思えたのも君だけ、今も好き、でもやり直せないと言われました。復縁できるでしょうか うん、無理なんじゃないですかね。あの、まあ、その、別れ際で泣きながら綺麗事を言ってるだけで、本当に別れたくないんだったらやり直せないとか言いません。なので、あの、要は泣いてるのもあって、その綺麗事を言って、その綺麗事を言ってるドラムチックな状況に多分自分が酔っちゃってるだけで、あの、本当に大事だと思ったら、じゃあ遠距離っていうのもやめられると思うんですよ。分かったじゃあ仕事やめるわと。あの、一緒に暮らそうぜってなると思うんですけど、残念ながら仕事の方が大事ですと。なので遠距離ですと。 で、あの、復縁する日もありませんっていうのが、一応あの、表向きに出てる事実なんですよね。ただ、その表向きに出てる事実は置いといて、その感情的な部分とか言葉とかで、なんかあの、ひょっとしてこの人は違う考えが持ってるのかもっていう風に騙されてるんだと思うんですけど、表向きな事実だけ見ると、あの、普通に別れる気満々ってことだと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。